改めましてこんにちは、秋の香りです。今週は10月9日に開催された第29回区民スポーツの日の模様をマラソン大会を中心にお届けします。それでは早速お聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。私は今月島晴海周辺で行われております第29回区民スポーツの日に来ています。朝から気温が上がり、絶好のスポーツ日和となりました。月島運動場で朝から開催されているマラソン大会を中心に参加者の皆さんにお話を伺っていきます。それではここから実行委員長の百瀬修司さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は絶好のスポーツ日和になりましたね。そうですね、本当にもうね、我々に味方してくれましたね、お天気がね。ここまでなるとは思ってなかったんじゃないですか。そうですね、思ってませんでした ね。今マラソン会場に来てますが、ランナーを見ての感想いかがでしょう。あのね、やっぱりね、こう笑顔がいいですね。素敵でね、やっぱり、うん、やっぱり、残念ながらね、抽選になっちゃうのがね、私残念でしょうがないんですけど、やっぱりこれだけはまあね、いろいろ規制があるからしょうがないと思うんですけど、でもね、笑顔はもう皆さん方非常にいい笑顔をしていらっしゃるなっていうのは思いますね。本当に他のマラソンも私いろいろと見てますが、この区民スポーツの日のマラソン大会は特に笑顔の方多いですよね。そうですね、多いですね。この理由何なんでしょうか。まあやっぱりあれじゃないですかね、こう密着してやっててということじゃないですか。本当にスタッフの方たちも街の方たちだったり、そうですね、もう協力してもらってますから。挨拶でも あったんですけど、隣の高校のね、子供たち、高校生、それから今年から中学生もボランティアでね。そうですか。やってくれ、ボランティアで募集したんですよ、中学生を。そしたらね、まあせいぜい20人くらいいいなと思ったら60人近く応募があって、すごい、うん、だからせっかくだからもうみんなやってもらおうっていうことにしてやってもらって、地域密着の大会ってことが分かりますよね。そうですね、これあるのはやっぱりボランティアの方たちのおかげだと私は思ってますから、うん、そういう人に感謝して走ってもらいたいなっていうのがありますね。そうですよね、東京オリンピックパラリンピックも2020年、またさらに1年近づいてきたわけですけれども、そうですね、どうでしょう、区民のスポーツに対する意識っていうのは何か変化ありましたかね。徐々に出てますね、やっぱり、うん、近づいてますから、そのと徐々にはやっぱりムードが盛り上がっていることは事実ですね。そうですよね、しかもこの会場になっている晴海のすぐ近くには選手村もできるということ で、 そ, うです、ね、その通りですね。百瀬さんのように、こう長年スポーツを続けていく秘訣ってどういうところにあるんでしょう。私は言うのは自分ではあんまり意識してやってないんですよ、実は。やっぱり体の動く限りは打ってあげる。それでこういうスポーツって名がついている以上は私が丈夫じゃなきゃいけないと思ってますから、だからもう自分を丈夫にするためにはね、動こうと、こういうことですから。素晴らしいです。いやいやいや、では最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージいただけますか。はい、皆さん方にやっぱり喜んでもらう、こういう大会にこれからも続けていきたいなと思ってますから、皆さん方楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございます。実行委員長百瀬さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。では小学生の部優勝を飾った子にお話聞いてみます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは今の気分聞かせてください。すごい気持ちいいです。気持ちいい、はい、今日は何キロ走ったんですか。2キロ走りました。2キロ、参加は何回目ですか。参加は4、5回目ぐらいだと思います。去年と比べてどうだった。去年は怪我で多分出てないんで。そうなんだ。一昨年の4年生の時出て、一応優勝したんですけど。そうなんです。じゃあ2回目の優勝、はい、2回目になって気持ちは何か変わったことありますか。いや、まあでもすごい走ってて楽しかったです。これからの目標を聞かせてください。5キロとかで出てまた優勝できたらいいなと思います。おめでとうございました。お疲れ様でした。では小学校低学年の部で優勝しました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今の気分聞かせてください。1位だったのでとても嬉しいです。最後接戦だったね。どんな気分でしたか。負けると思ったけど頑張りました。素晴らしい走りでした。次は高学年の部になると思うんだけど、はい、どうでしょうか。それでも1位を取りたいです。頑張ってください、はい、今日はお疲れ様でした。では今走り終わった小学生にお話聞いてみます。今の気持ちをぜひ聞かせてください。楽しかったです。楽しかった、うん、どのくらい今日走ったんでしたっけ。2キロです。2キロ、思ったより早く走れたかな。
前よりは早かったかなと思いました。そうですか。今日なんでマラソン大会参加したの？去年のタイムを更新しようかな。素晴らしいですね。まだわかんないかな、更新したかどうかは。はい。そっか、じゃあこの後タイム見るのが楽しみだね。はい、汗びしょびしょだからね、この後拭いて水分補給してください。お疲れ様でした。はい、では今マラソンを終えたばかりの小学生にお話聞いてみます。今の気持ちはどうですか？もう全部力を出し切りました。力出し切った。今日何キロ走ったんでしたっけ？2キロです。2キロの練習今までしてたかな？はい。あ、どんなことしてた？桃揚げでした。桃揚げ？それは家でやってたの？公園とかでやってました。そうなんだ。先生は誰がやってくれたのかな？パパです。パパもこのマラソン大会は出てる？抽選で落ちてたので今回は出てます。そうなんだ、残念だね。じゃあお父さんとまた一緒に走れる日楽しみだね。はい、ありがとうございました。では5キロの部優勝の男性にお話聞きます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の気分はいかがでしょう？思ったよりもいいタイムで走れたんで。普段の練習はどのくらいやってらっしゃるんですか？普段は、まあ、平日は30分、まあ、毎日はできないですけど、あと土日には20キロとか走って、結構長い距離走られるんですね。ということはフルマラソンもいつもやられてる？フルマラソンも、はい、今月末に出る予定。控えてるんですか？フルはちなみにどのくらいで時間は？3時間ちょっと切るぐらいですね。すごいですね。そのモチベーションになってるものって何かあるんですか？最近子供も大きくなってきて、なので一緒に走ったりとかいいとこ見せたいなっていうのはあります。ゴールした瞬間に息子さん寄ってパパお疲れっていう言葉ありましたけど、あれ見てどうでした？頑張ってよかったなと思います。次の目標は、ではマイクに向かって。次は今月末に新潟の柏崎でフルマラソン走るんで、それで2時間50分ぐらいで行けたらいいなと思います。素晴らしいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは5キロ女子の部で優勝しました。今中学生。はい、お話聞いてみます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今の気分を聞かせてください。去年2位ですごい悔しかったんで、今日はその、まあ、前回1位だった子を抜いて1位になりました。素晴らしい。もう抜いてやるぞ、1位になってやるぞという目標があったわけですね。ありましたね。今回のマラソンで何回目の参加ですか？9か10回目ぐらいです。もうこのマラソンではベテランですね。はい、マラソンの好きなところどんなところですか？やっぱ辛いんですけど短距離に比べて、うんうんうん、でもなんだろう、前の人を抜いた達成感すごいあるんで。そうですよね。今日はご家族も参加してたんですよね。はい、妹とお母さんで、お父さんが外れちゃって。そうなんだ、それは残念でしたが、はい、妹とお母さんが、はい、じゃあもう家族でマラソンしていると、はいはい、これからの目標は何かありますか？まあ、ずっとできれば参加していて、メダルを、金メダルをいっぱい取りたいと思います。素晴らしいです。これからも金メダル重ねていってください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。では今走り終えたばかりの男性に聞いてみましょう。お疲れ様でした。まだぜいぜい言ってますが。そうですね。今日は何キロの部に？今日は5キロです。5キロ、はい、タイムどのくらいでしたか？あ、どれくらいでしょうね。30分ぐらいだと思います。30分ぐらい、はい、今日参加の理由は何かあったんですか？やっぱりちょっと健康づくりのために走りたいなと。健康維持のために、はい、普段何かやってらっしゃることあります？いや、ジョギングを前はやってたんですけど、はい、ちょっと最近はサボってたので。サボり気味で今日は疲れました。疲れましたね。結構息上がってらっしゃいますよね。奥様ですか？はい、そうです。奥様に勇姿見せられましたかね？そうですね。もっと元気な姿で帰ってくればよかったんですけど。ちょっとね、そうですね、しんどくなっちゃいましたね。はい、じゃあ次の目標、そうですね、奥様に見せるためにも何か目標ありますか？そうですね、毎日美味しい食事作ってくれてるんで、毎日頑張ってトレーニングします。素晴らしい。お疲れ様でした。ありがとうございます。では続いて親子の部優勝のお二人に聞いてみます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気分を聞かせてください。嬉しいです。嬉しい。お父さんはどうでしょう？疲れました。疲れましたね。お子さんは今何歳かな？8歳です。今日はお父さんと走ってみてどうだったかな？なんかさ、最後さ、ダッシュされてさ、マジで辛かった。お父さんダッシュしないでよって感じだった。
お父さんその時の気分はどうだったんですか？つついてくるんじゃないかなと思ったんで、はい、もう行かなきゃいけないなみたいな。そうですね。そうですか、はい、あの前回は10位だったんですね。10位だったんですか。おかしかったんですね。だから次は1位になってやろうと。そうです、それが目標でした。じゃあ次の目標をぜひ聞かせてください。はい、次は一人で走ってください。はい、次はね親子じゃなくて一人で頑張るということです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。では親子マラソンを終えたばかりのお二人です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お母さんと娘さんで、娘さん今何歳かな？4歳。4歳。走ってどうだった？疲れた。疲れちゃったよね。でもねよく頑張ったと思うよね。キラキラ汗も光ってますが、お母さんお子さんの姿見てどうですか？もうよく頑張ったと思います。素晴らしいです。今回の参加は何回目ですか？初めてです。初めて、はい。なんで参加しようと思ったんでしょう？ちょうどその参加の、用紙を上の子の小学校でいただいてきたので、はい、あ、じゃあチャンスだなと思って参加しようと思いました。娘さんの走ってる姿見てどうでした？ちょっと今日は優しくしたいと思います。いや本当にごちそうなんか食べさせてもらって ね、 ね、なんかね食べさせてもらおうね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それではここから中央区区民部スポーツ課長小林博久さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう素晴らしい天気。はい、快晴ですね。ありがとうございます。今回マラソン大会ご覧になってみてどうですか？はい、私はこの4月からスポーツ課長になったんですけれども、本当に皆さんがですね楽しそうに、まあ、中には本当記録を目指してですね一生懸命走ってらっしゃる方とか、うん、それからファミリー層で親子を手をつないで走ってらっしゃる方ですとか、はい、本当に楽しそうにしていただいていてですね、本当にスポーツの素晴らしさですとかスポーツの持つ力ですとかそういったところを感じています。このマラソン大会参加者の方本当に多くって、中には家族で抽選に漏れちゃったんだってお話もありました。この人気を受けてどのようにお考えですか？はい、実は22回大会の時にですね、うんうんうん、1000人だったんですね、はい、参加者が、はい、で今が1260人で順次ですねその定員数を拡大してここまで来ているということで、うんうん、我々もですねできれば皆さんに走っていただきたいんですけれども、まずは安全確保ということでですねこういう形でやらせていただいております。まあ、その人気の理由としてはこの気持ちいい月島晴海周辺を走ることができることなのかなと思いますが、やはり我々もスポーツを所管するものとしていろいろまあ、感じているところはですねやはり東京マラソンの存在が大きいのかなと、はい、あれからですね本当に皆さんジョギングですとかランニングですとかでやられる方が増えまして、中央区も隅田川沿いのテラスですとかそういったところで本当にランニングしている方が増えております。季節の風を感じながら本当に皆さん楽しそうに走ってらっしゃいます。東京オリンピックパラリンピックも近づいてきました。それへ向けて中央区内のこうスポーツとしてはどのようにお考えですか？はい、スポーツ課としてもですねこの中央区にですねやはり選手村ができるということで、まあ、ただその中央区だけじゃなくてそのオリンピックこちらの方がその日本に来るっていうのは本当に嫌顔にも盛り上がると思うんですね。スポーツ課の方としてもですねスポーツへの機運の高まり、はい、こちらの方をひしひしと感じておりまして、うん、浜町にある総合スポーツセンターですとか、はい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 、月島にあるスポーツプラザこちら側の利用者の方がですね毎年過去最高記録を更新しているというような状況なんですけれども、3年後のこのオリンピックには、うん来ますとですね、はい、本当に一気にですねスポーツへの機運が高まって皆さんまたやってみようというふうに思われると思いますので、そこのところをですね機運を着実に捉えてスポーツの裾野を広げていきたいというふうに考えております。いや本当に2020年がますます楽しみになりました。ね、ここまで中央区区民部スポーツ課長小林博久さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。インタビューにご協力いただいた皆さんありがとうございました。いかがでしたか？今年も大勢の方がマラソンに、そしてスポーツアトラクションに大粒の汗を流していました。まさにスポーツの秋にふさわしい大会となりました。来年もぜひご参加ください。